はい。じゃあ私から。そうですね。8話は、そうだね。さっき、言ってたみたいに、ユーマとめぐるの、最初のシーンが、私もまあ、全話含めて、一番私が好きなシーンなので、自分が演じた中のシーンで、まあ、そこが見どころなのと、やっぱり、皆さんが気になるのは、地球は果たして終わるのか、どう終わるのかとか、まあ、隕石は落ちてくるのかとかだと思うんですけど、まあ、それはね、もちろん言えませんけど 言えませんけど、私は、そういう終わり方ね、全然想像と違った終わり方でした。私が見た時に思ったのは、そう皆ね。さんも、そういう終わり方ねってなると思うんですけど、私はすごく BL の作品が好きということもあって、今回この BL の、僕らの飲み黒な週末という作品を通して、リツとマスミの、さりげない愛情表現の変化が私は一番見どころかなと思っていて、まあ、8話を見た後にもう一回1話を見てみたりすると、全然律が真澄にかけてあげる言葉とか、あとは、行動とかが愛があるものだなって変わっていってるのに、私は気づいて、なんかそこにすごく、なんか地球が終わるにつれて、なんか2人の愛が深まっているっていうところにすごく胸キュンさせられました。いや、言葉選びがやっぱ素晴らしいね。え、素晴ら本当しい。ですか？よくそんな辛々出るよね。ありがとうございます。すごいね。すごい。感心しちゃだからまあ8話を見終わった後の、まあ、その1話とのリスとマスミ、見方っていうのも面白いのかなと思うので、ぜひ皆さん8話楽しみにしていてください。はい、そしてお願いします。